見て、メイクアップ用品もあります。色もやばいし、ピクルスのグミ、かわいい。このカウガールのケロケロケロッピーの T シャツ、え、これとか意味ある？皆さんこんにちは、あかりです。今日はファイブビローっていうお店の中全部5ドル以下の商品を取り揃えてるお店に行ってきました。そうで、購入品を今紹介しようと思ったんだけど、そういえばオープニング撮ってなかったと思って今ね撮ってるんですけど、ファイブビローはね、すごい可愛い商品とか面白い商品がいっぱいあります。で、大人も使えるんだけど、どっちかって言ったら子供用かな、小学生とか中学生に人気のお店ですね。多分ね、高校生とかも使うかな、コスメとかそういうのもあるから。はい、じゃあ購入品を紹介する前に店内の様子も撮ってきたので、そちらを先にご覧ください。Let's see if you look cute. Move your hands. Cute. Try those little ones.My face is yeah, weird. You look like an alien. Cool. You look good? Yeah. Get it. $5. 5ドルは安いよな。なんでピン？ You don't look good? 何？カマキリ。何？何？ Buy a $10 suit. What's this for? Your tennis balls. あ、テニスボール入れるの？かわいい。Maybe, I don't know. Water bottle bag. It's your water bottle. Oh. あ、また流行りのステンリーと同じ形のやつ。この辺はアウトドアの食器とかですね。かわいい。レモネード注ぐやつ。コップのセット。アメリカはね、多分テキサスに限らず、家にプールついてるお家が多いので、これから夏休み入るんで、プールサイドでパーティーやったり、まあ、友達来た時に飲み物出したりするのかな。この辺全部プール用品。水遊びの。水風船とか、それ何？バボ？バボブーム？うん。なんだっけ、シャボン玉。They got the peep chapsticks. あ、本当だ。They got slime, bath slime. え、お風呂のスライム？ うん。え、いいんじゃない？これもお風呂のだって、キャンディー。The bath salt. うん？ For bath. これアメリカっぽいね。これは？チョーク？ピザのチョーク、かわいい。って。Look at this combo meal. Krabby Patty, French fries, onion rings, smoothie, all gumi. Spongy Bob の gumi. Gumi. Lunchable. Gumi のランチャブル。そう、あのね、Five Below ね、面白いお菓子がいっぱいある。これ本物のキャンディー。さっきバスソルトあったけど、このロックキャンディーっていうキャンディーなんだけど、さっきあったやつはそれのバスソルト。この辺はおもちゃですね。洋服もあります。かわいい。ヘアアクセサリー、かわいい。ショーパンとかキャミとか、サンリオ商品もいっぱいあります。なんだっけこれ、名前わかんないけど日本のやつだよね。この辺は美容系のアイテムかな。え、何それ。 It's a face mask. え、フェイスマスク。え、これなんだっけ、Dippin' Dots? うん、香水もあるんだ。見て、何、 A ramen sponge. 何、何、カップヌードル、あ、スクラブヌードルス。面白い。ラーメンのスポンジ。
体フォーバディメイクアップ用品もあります。これとか5ドル安いんじゃない？照明付きの。すごいいっぱいあるよ。ここは T シャツのコーナー。なんかね、面白い T シャツいっぱいあるんですよ。You know that show? Pickle Rick? No, Rick and Morty? なんでこれ？幸せになって幸せになって What does that mean? Be happy?ケロケロケロッピーの T シャツ、mm. かわいい。安くない？ 5 ドルだったら。うん、maybe. Let's get them one if they have an extra small, but they never have like a good size. そうなんだよね。なんかね、うちの子供サンリオ好きだから、いつもね、買いたいなと思うんだけど、大人のサイズしかない。Yeah. かわいい。ペットコーナー。はい、かわいい。お寿司。かわいい帽子。多分でもうちの犬ちっちゃいからそれでも大きいと思う。タキシード。タキシード。何？チップバッグ。あ、かわいい。これもかわいいじゃん。I like this one better。この辺は。あ、グデ玉。グデ玉もあるね、最近。え、かわいい。見て、なんか使いづらそうだけど、マグカップ。あ、ラーメンボールあるよ。え、見て。え、ちょっと待って、これアマゾンで20ドルぐらいだったと思う。え、安い。5ドル、箸付きで5ドル。あ、かわいい。このカウガールのやつもかわいい。椅子も5ドル。かわいくない？安い。クッション、なんか臭いな。こうか。何これ、これ見て。Look how uncomfortable this pillow is. I was looking at it earlier. Feel that. If you sleep on that, that's not for sleep. あ、ステアあるじゃん。Yeah, え、10ドルなの？ It's not big enough. I didn't know they have $20 stuff. I think that it's like a new thing. Cowboy boots. They got everything now. え、見て。椅子もあるよ、かわいいやつ。25? そうだね。多分重さには耐えれないと思う。ビデオカメラ？うん。カメラ？ヘッドフォンは5ドルで買う気になれないけど、いっぱいありますね。こういうのさ、こういう変わったやつ好きなんだけど、実際持ってたらちょっと恥ずかしいよね。持って歩く勇気がない。シャワーのスピーカー、かわいい。Those are cute. 東京だって、かわいい。東京、You better get the 5-pound ones. They're all the same price. 何これ？ Hamster? Yeah, hamster inside of the ball. え、これとか意味ある？これ何よ、どんだけ入んの？One sip, nani. 一口で終わっちゃうよね。なんで？ 295ml. 何よ？ Maybe good for pickle juice? Yes. あ、めっちゃサンリオあるじゃん。かわいい。5ドルって感じだけど、かわいい。スクイッシーラーメン。かわいい。
ラーメンの具材が入ってるやつ。こういうの日本でも流行ってんのかな、なんかプニプニするやつ、なんかストレス対策みたいな。Bacon? Is it squishy? 何それ？ Pieces of bacon, stretchy bacon. Sensory squish. Oh, get her that. 匂い付きのやつ。Yeah, get her that. We'll get her a couple of different things. Tweezer もあるよ。見て。I think you gotta use the hashi. うん。箸でつかみ取り競争みたいなやつ。かわいい。ウクレレもあります。粘土。That's cool. Slime. I like the slime mixins. Oh, I hate it. You always buy it and then they messed up the carpet and wall. And then I buy it like a couple months later. And then you're gonna be angry. And then I do it again a couple months later. 買わないでよもう。禁止って言ったじゃん前。それは何？ラーメン。あ、え、自分でスクイッシー作るやつだよ。かわいい。見て。I'm about to sneeze. あ、かわいい。見て。ブロッコリー。こういう絵の具とかもあります。シール。何これ？It's a long one. Giant gummy worm. 気持ち悪い。Get one. Let's make a short on it.これ食べたら具合悪くなっちゃう。ジャイアント。見て。You can write and eat the paper. That's cool. これ何？ Dots. You just take them off and eat them. Buttons. え。They always have crazy. え。え、何それ ？It's the powder. え、すごいね。それギブアウェイにしたら。Who wants this? I don't know. Whoever gonna try new thing. なんでこれ？すごい面白い。Look, they got candy Play-Doh. 粘土。スプレーこれ。なんか消火器みたいな。トイレ。これ中に多分トイレの中にパウダーが入っててディップするやつ。ボブティー何？ジェリービーンズのボバティーバージョン。あ、見て、ランチボレディ。Lunchables. Oh, they got the nacho Lunchables now. Bacon. Bacon. Bacon の gummy. そんなにリアルじゃない。ハンバーガー。You feel like disrespectful when it's ready sushi. Cute. Pizza. あ、これラーメンじゃない。ポキボー。あ、ポキボー？え、ポキボー。ポキボールの gummy。何これ？ピクルグミ？ピクルスのグミ？ブリトー。可愛いけど絶対こんなにグミいらない。Let's get one and eat a big one. Look at this taco. Tacos, yeah. 見て。スポンジボブの。Those are so good. ハンバーガー。でも not this big, right? You always buy this tiny. Not even that big. あ、本当だ。普通のより大きいね。面白いのいっぱいあるね。何？Who wants to eat this thing? Snake. 色もやばいし、こんなに絶対食べれないよね。ハイチュウもあります。Chocolate covered gummy bears? I've never seen that. あ、え、somebody was talking about this. Oh my allergies. I'm gonna sneeze. こっちは誕生日の。パーティー用のお皿ですね。かわいいキティちゃんの。こういうねレトロなやつも最近流行ってますね。Okay. 誕生日のバナーとか風船とか、これ全部風船です。結構こういうパーティーグッズとかってなんだかんだお金かかるから、サンドルはいいですよね。多分空気入れてくれてのサンドルだと思う。あ、ラムネあった。2.5 ドル。アメリカのお店には絶対あるこのカード類、メッセージカードですね。
え、ジャパニーズスタイル。餅、タピオカミルクティー、餅、大福。キティちゃんのカップラーメン。あ、違う、チキンヌードルスープ。マルちゃんの焼きそば、コリアンバーベキューだって。美味しそう、見て。あ、え、ピザポテトあるよ。なんかちょいちょい日本のものあるね。じゃがりことかかっぱえびせん、見て、マルちゃんの焼きそば、コリアンバーベキュー。見て、 This looks good for me. Buy it. Let's try it. これ日本のやつ？見て。あ、本当だ、ポッキー。あとなんだっけ、キノコの里。アレルギーがやばくて今一回外に出て薬飲んできたらしい。見て、ポッキーのバナナ。見て、ポッキーのバナナ。うん、これね、明治のパンダ、なんかコアラのマーチのパンダバージョンみたいなやつ。アメリカで結構人気。チリマンゴー。あ、チリマンゴー。マンゴーのドライフルーツをチリパウダーでコーティングしたやつ。何これ、え、 M&M's ケーキバイト。え、何これ、一口ケーキみたいなやつ。色がすごい。You ever tried these? Look how much cream. すごいね。マシュマロそれ、 or just cream? Cream. え、無理。無理。あ、ほら、ここにもあるよ、チリのコーティングされたキャンディー。ほら、これもピーチのキャンディーなんだけど、チリパウダーつけたやつ。え、You blow it and then you eat it. やだ。I'm gonna get the kids some stuff. The kids love this. It's a powder and you pour it in your mouth and it turns to gum. 面白い。グサッとじゃん。めっちゃもうやだ。超大きいね。Sour, extreme sour. ビーフジャーキー？え、これも5ドルなの？安くない？ビーフジャーキー高いよね。はい、では買ってきたものを紹介したいと思います。どうですか皆さん、お店の感じとか楽しかったですか？なんかね、大人でも楽しめるから、子供用っていうわけではないけど、値段的にね、子供が買いやすい金額ですよね。はい。では、まず、あ、そう。で、今回ね、お友達のお別れ会があって、家族ぐるみでお世話になってる近所の人なんだけど、今回違う州に引っ越すってことで、5歳のね、女の子の子供がいるんだけど、その子のためにお友達とかを集めて、ちょっと軽くね、お別れ会みたいなのをやるみたいなので、それにね、なんかちょっとしたものを持っていこうかなと思って、プレゼントを買ってきました。で、まずそれが、これスクイッシーって言って、こう、手に握ってこう、なんかグニャグニャやるやつ。日本でもありますかね、これ。なんかストレスの解消みたいな、あと集中力高めるのとかに使うっていうか、なんか勉強中とかでも、人の話聞いてる時とかでも、ペンいじったりとか紙いじったりとかする人いるじゃないですか。なんか私も時々やるんだけど、カフェとかレストランとかで友達とか、まあ誰かとこう喋ってて、おしゃべりしながらストローのあのゴミをこうなんか結んだりとかちぎったりとかするじゃないですか。そういう人のためのものっていうのかな。はい。アメリカではね、これめちゃくちゃ多い。いろんな可愛いものとか変なものとかいっぱいあって、こう握ったり、こう引っ張ったりとかするやつ、たくさんあります。で、その子がね、お母さんが完全にアメリカ人なんだけど、ちょっと日本と関わりがあって、日本語がちょっと話せるんですね。で、あの子供にもちょっと教えてるので、まあ、サンリオって日本のものだし、うちの子供もすごい好きなので、その子が好きそうなものをあげるのもいいけど、こっちが好きなものをあげるっていうのもいいかなと思って、サンリオのやつにしました。はい、あとね、はい、これもサンリオのシールセットですね。まあ、シールは何かと時間つぶしとか、なんか集中するのにいいかなと思って。あとね、これ、じゃーん、パンダの
ノート、まあ、お絵描きでも多分5歳だからそんなになんか文章を書いたり勉強したりとかはないと思うんだけど、まあ暇つぶしに使えるように買いました。可愛くないですか、パンダの。なんかね、パンダ人気ですね、アメリカで。パンダのグッズが可愛いですよね。と、あとじゃん、これなんでしょう。これね、ペンなんですよ。可愛くないですか。あのね、蛍光ペンなんだけど、本当はノート買ったからなんか可愛いペンのセットを買おうかなと思ったんだけど、ペンがねあんまりなくて、どうせ普通になんか書くペンはある程度多分あると思うので、あの可愛いやつ見つけたから。蛍光ペンってあんまり5歳で必要ないと思うけど、単純に可愛いので買いました。プレゼントはこの4つですね。あとはこれ、じゃーん、水筒。あの娘がね、水筒最近壊して、結構ねあの年季入ってて長く使ったやつなんでいいんですけど、まあ、壊したり、あとどっかに忘れてきたりとかでないので買いました。今ねアメリカではステンリーっていう、こうストローがついた高いね水筒が小学生から大人まで流行ってるんですよ。結構ね、ませた女の子とか、もう小1ぐらいから持ってるんだけど、あのね、安いやつでも40ドルぐらいするんですね。で、小学生って、ね、外で遊んで、外のコンクリートの上に置いたり、あと、どっか持ってって忘れて、どこに忘れたかもわかんなくて、なくなったりとかするので、もうそんな高いものは買ってられない。そう。で、これなんか色かわいいなと思って買いました。かわいくないですか？で、結局ね、あの、ストローのやつって、大人で運転中とかね、ジムでこう歩きながらとか飲むんだったらいいんですけど、なんか取ってこう持って歩いたりとかしたらこぼれたりとかするじゃないですか。シンプルで安いものでいいかなと思って。で、もし壊れたりなくしたらまた買えばいいかなと思って買ってみました。と、あとは、これは旦那さんが息子にって言って買ったんですけど、卓球のボールみたいなやつをこう投げて、この箱の中に入れるゲームだと思います。あの、うちね、リビングルームに卓球台があるんですよ。で、よく友達とか来て遊んでるんだけど、うちの子供もだし、子供たちの友達が来た時とかも、その卓球のボール投げたりとかしてよく遊んでるんで、これ、多分これ好きだろうっていうことで買いました。こういうゲーム5ドルは安いですよね。あとこれ、最近あの、小3の娘が、うちの娘だけじゃないですけど、あの、小学生の女の子とかでもね、スキンケアルーティーンとかって言って、あの、顔洗って、美容液つけたり、こういうパックやったりとかね、みんな混ぜててしてて、この間ね、パックも何個かね、コスメのお店で買ってたので、ワッフル好きの娘に、そう、本当にね、このワッフルをほぼ毎日食べてるんですよ。なので、面白いなと思って買いました。はい。で、あとは、これはね、あ、これも旦那さんが友達の子供にあげるのに買ったんだった。はい。で、あとは、これは旦那さんが自分で食べるように買ったやつ。これはね、別に5ビローじゃなくても、ウォルマートとかターゲットとかでも売ってる普通のキャンディーですね。値段もね、別にそんなに変わんないと思う。で、あと、じゃん。これはね、旦那さんが自分用に買ったのか、子供たちと食べるように買ったのかわかんないですけど、コーンに乗っかったアイスクリームの形をした、多分上マシュマロですね。こういうの日本にもなかったっけ？あったような気がする。けど、私は苦手系ですね、こういうやつは。で、あとは、じゃーん。これも旦那さんが子供たち用に面白いからって買ったんですけど、なんかね、目玉焼きの形をしたグミなんだけど、ちっちゃいね、フライパンがついてて、それに卵のグミを乗っけて、なんか、ジェル、キャンディージェルを、上に、何、こう垂らすと、なんか湯気出るらしい。すごくないですか？なんだろう、わかんないけど、ちょっと面白いと思って、旦那さんが買いました。あとこれ、じゃーん、これもね、キャンディーバブルズ
リキッドのキャンディーで、この横になんかヤクルトについてくるストローみたいなのついてるんだけど、細いやつ。それで、あ、ブクブクやるのか。吹いて、この液体をブクブクさせて、泡にして、食べるみたいな。ちょっと汚いキャンディーだけど。子供とか好きじゃないですか、そういうあのジュースとかでもね、ストローブクブクやったりとかするじゃないですか。そう。なので、自分で吹いて自分で食べる分には、まあいいのかな、わかんないけど。まあちょっと面白さで買ってみました。と、あとは、これは私の、じゃーん。タピオカミルクティーの大福。で、あと最後、じゃーん。ブラックシュガーミルクティー。これも、タピオカミルクティー屋さんに行くと、こういうね、これトラ？なんか、タイガー、ブラックタイガーボバだっけ？なんか、ブラウンシュガーが入った紅茶の、なんか濃いめのミルクティーによくなんか、ブラックタイガーだかブラウンタイガーだかなんちゃらタイガーか忘れたけど、そういうね、ミルクティーがあって好きなので買ってみました。なんかパッケージが、なんか、あの黒糖が濃そうで美味しそうだなと思って、ただのパッケージなんだけどジャケ買いしました。はい、という感じで、こんな感じで、あの店内でもね、いろいろ面白いのあったと思うんですけど、プレゼントとかね、買いに行くのにもいいし、旅行とかでアメリカに来たりとか、アメリカから日本に一時帰国するとか、そういう予定があれば、お土産買うのにもすごく適したお店じゃないかなと思います。ということで、今日はアメリカの雑貨屋さん5ビローを紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。面白かったという方はぜひ高評価ボタンと、あとこれが気になったとか、これ欲しいとかね、気になったものがある方はコメントの方もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。